素敵な人間との出会いが運命を大きく変えるって聞いたことがある。だったら私の運命はどうなるの？三日月すばる、ミステリー作家。偏屈で人嫌い、取り扱い要注意。新作のネタは見つかりそうですか？あなたは僕の邪魔をするために担当になったんですか？え？失礼します。この世は煩わしいことばかり。それよりスバル、あれ何？ちょっと前に拾ったんだ。お前がね。猫の餌を。猫ちゃんのご飯ですね。お名前なんておっしゃるんですか？名前か、春。私知ってる、あったかいその言葉。はい、お待たせ。ちゃんと冷ましてあげなよ、春。今まさか答えたのか？想像だけじゃたどり着けない真実は一体どんなものだろう。大きな変化を生む運命の出会いってどんなもの？今、新しい世界の扉が少しだけ開いた気がした。テレビアニメ、同居人は膝、時々頭の上。ちゃんとおとなしく待ってるんだぞ、春。そうよ、春。春ってご飯の合図なんでしょ？